アメリカ人の間で中国に対する否定的な見方が過去最高を記録しました。これはアメリカの調査機関ピューリサーチセンターが4月28日に発表した最新の世論調査によるものです。調査対象の80%以上が中国を否定的に見ており、40%が中国を極めて否定的に捉えています。この数字は1年前より増加し、2005年以来最高となりました。 今回の調査では、アメリカ人は中国とロシアの同盟関係を懸念しています。調査対象の成人10人中9人がアメリカにとって深刻な問題だと考えており、60%以上が非常に深刻だと回答しています。しかしより多くのアメリカ人が中国を敵対国ではなく、競争相手と考えています。 世論調査によると60%以上が中国を競争相手と認識しています。この数字は今年の1月には55%を下回っていました。回答者のおよそ43%が中国を世界一の経済国であると示す一方、アメリカ経済についても同じように答えています。この数字は2020年には32%でした。 この調査ではアメリカ人の3人に2人が中国を大きな脅威とみなしていることも明らかになりました。ピューリサーチセンターは今年3月、アメリカ内の成人約3600人を対象に聞き取り調査を行い、今回の世論調査を発表しました。NTD ジャパンがお伝えしました。